皆様こんにちは。この飛行機は ANA 福岡行き1208便でございます。手荷物は座席の上のものを入れ、または前の座席の下にお入れください。安全のため通路、非常口付近、壁の前に手荷物は置かないようにお願いいたします。瓶類、ガラス製品、ペットボトルなどの水を出やすいもの、壊れやすいものは上空で破損や水漏れの恐れがありますので、上の棚ではなく一つ前の座席の下にお入れください。物入れを受けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますので、重ねないようにお願いいたします。手荷物の収納にお手伝いの必要なお客様はお知らせください。ドアが閉まりましたら、すべての電子機器は通信用の電波を発する状態でのご使用が禁止されています。ドアが閉まるまでに電源をお置きいただくか、機内モードなどの電波を発しない設定に切り替えてください。なお、この機材を抜きましては Bluetooth などによる機器動作を含めてご使用になれません。使用できない設定の切り替えをお願いいたします。なお、皆様に手荷物についてご案内いたします。瓶類、ガラス製品、ペットボトル、雨漏りやフルーツなどの水を出やすいもの、壊れやすいものは上空で気圧の変化により破損や水漏れの恐れがございます。また上の棚の中で水漏れや破損をしてしまうと、他のお客様の怪我や他のお客様の荷物の汚損につながる恐れがございます。そのため上の棚には水を出やすいものや壊れやすいもの、ペットボトルや瓶類、フルーツなどはお入れいただけません。必ずお手元にお持ちいただくか、前の座席の下にお入れください。なお、上の棚の中に水を出やすいものや壊れやすいものをお入れのお客様は大変恐れ入りますが、ただいまのお時間にお取り出しいただくか、近くの客室乗務員までお知らせください。なお、今日は福岡に近づくにつれて揺れてくることが予想されます。化粧室は早めの段階でお使いください。ただいまのお時間にもご使用になれます。前方と後方に1箇所ずつございます。ご案内いたします。飛行機はあと5名様の搭乗をお待ちしております。お急ぎのところ恐れ入りますが、出発までもうしばらくお待ちください。なお、上の棚の中に水を出やすいものや壊れやすいもの、ペットボトルや瓶類、食品やフルーツをお入れのお客様は、ただいまのお時間にお取り出しいただくか、近くの客室乗務員までお知らせください。皆様にご案内いたします。ただいま機内が蒸し暑くなっておりますが、ドアが閉まりエンジンがかかりますとエアコンが効いてまいります。それまでは大変恐れ入りますが、座席上の通風口を左右に回して風の調節をしていただくか、座席前ポケットに入っている内輪をご使用ください。ご不便をおかけしておりますが、もうしばらくお待ちください。皆様、ドアが閉まりました。すべての電子機器は電源をお置きいただくか、機内モードなどの電波を発しない設定に切り替えてください。オールコール、ケビンアテンダント、ドアーズフォーディパーチャー。皆様こんにちは。スターアライアンスメンバー ANA 福岡行き1208便をご利用いただきましてありがとうございます。今日は台風の影響に伴い出発の準備に時間を要したため、皆様の出発が遅れておりますことをまずはじめにお詫びいたします。この便は ANA ウィングスの飛行機、乗務員で運行をいたします。機長は高橋、副操縦士手塚、客室はチーフパーサーの中野、木田、竹内、3名の客室乗務員が乗務しております。ご用がありましたら遠慮なくお知らせください。なのに、ただいまから非常用設備をご案内いたします。手荷物は座席の上の物入れ、
または前の座席の下においでください。離陸着陸の時は座席のリクライニングとテーブル、フットレスト、レッグレストを元の位置にお戻しください。この便は全席禁煙です。化粧室でのタバコは航空法で禁止されています。皆様、客室乗務員をご覧ください。離陸着陸の際、また座席にお座りの時はシートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアと窓です。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。ジャンプして上体を起こし、バランスを取りながら滑ります。腕は前に伸ばして手を握ります。手荷物は一切持たないでください。救命衣は皆様の座席の下または横にあります。頭からかぶり、両側の金具を留め金にかけて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を拭いてください。救命衣は脱出の際、ドアの近くまたは翼の上で膨らませてください。お子様用の救命衣は客室乗務員がお配りします。必要なときはご案内いたします。安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。皆様、着陸後客室乗務員がご案内いたしますので、すべての電子機器は通信用の電波を発する状態でのご使用が禁止されています。電源を切り取るか、機内モードなどの電波を発しない設定に切り替えてください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室の箱は固くお断りいたします。皆様にご案内いたします。まもなくいたしますとエンジンの始動に伴いエアコンが効いてまいります。それまでは大変恐れ入りますが、座席上の通風口を左右に回していただくか、座席前ポケットに入っている内輪をご使用ください。空調が効いてまいりますので、もうしばらくお待ちください。福岡空港までの飛行時間は、那覇空港を離陸した後約1時間25分の予定でございます。最新の到着地の天候は晴れ、気温は29度でございます。狭い機内ではございますが、どうぞごゆっくりお過ごしください。皆様、離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。3歳未満の小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。ひどいお座りのお子様のシートベルトも緩みのないよう保護者の方が合わせてお確かめください。福岡空港到着時刻はただいまのところ3時10分の予定でございます。皆様、ベルト着用サインは消えましたが、今日は福岡空港に近づくにつれ揺れることが予想されます。また約35分後の2時25分過ぎにはベルト着用サインが点灯します。化粧室はただいまの時間お早めにご使用ください。前方と後方に1カ所ずつございます。
サービスについてご案内いたします。 ANA は ANA バイトイスとしてこだわりのナップや下宿を販売しております。有料メニューといたしまして、北海道限定の販売ブランドポテトパンと ANA がコラボレーションした北海道の素材を生かしたこだわりのポテトチップスとセットを300円で販売しております。また無料メニューといたしまして、冷たい緑茶、アップルジュース、ホットコーヒー、ビーフコスメスープに加え、今月より期間限定のスペシャルドリンクペリーのジュースをご用意しております。ただいまよりサービスカードが参ります。ご希望のものをお知らせください。詳しくは続きポケットのメニューカードをご覧ください。 ANA マイチョイス機内販売は2時15分に終了します。操縦室からの情報によりますと、飛行機は20分後の2時30分にベルト着用サインが点灯します。また一度ベルト着用サインが点灯した後は、台風の影響を受けて大きく揺れることが予想されるため、いかなる場合にも化粧室はお使いになれません。ただいまの時間にどうぞお早めにご使用ください。前方と後方に1箇所ずつございます。先ほど飲み物サービスを行いましたが、お休みのご出席客様には飲み物サービスを控えておりました。お目覚めでお飲み物をご希望のお客様、おかわりをご希望のお客様は客室乗務員までお知らせください。 ANA マイチョイス機内販売は間もなく終了します。ご希望のお客様はどうぞお気軽にお知らせください。ご搭乗のお客様に操縦席よりご挨拶申し上げます。今日もスラスメンバー ANA 福岡空港行きご利用くださいまして誠にありがとうございます。当機順調に福岡空港へ向けて飛行継続しております。この先の揺れの状況ですけれども、九州地方に差し掛かりますと、台風の雲の影響によりまして、ところどころ強めの揺れが予想されます。現在ベルトサイン消灯しておりますが、先ほど客室乗務員から案内ありました通り、14時30分頃より雲の影響を受けまして揺れることが予想されるため、ベルサイン点灯する見込みでございます。ベルサイン点灯した際には速やかにお座りいただきまして、ベルトは腰の位置でしっかりと締めください。ご案内お客様、今時間にお済ませくださいますよう、ご協力の方よろしくお願い申し上げます。揺れましては飛行の安全性には影響ありません。どうぞご安心ください。当機は14時45分頃から徐々に高度を下げ始めます。一旦ベルトサイン点灯しますと、ベルトサインが着陸態勢に入るまで消えない可能性もございます。あらかじめご了承ください。また本日遅れまして皆様に大変ご迷惑をおかけいたします。安全の範囲内で最大限の速度で飛行しておりますが、今のところ全国より5分ほど遅れる見込みでございます。15時10分頃到着を見込んでおります。またこの時間帯福岡空港大変混み合っております。場合によりましてはさらに遅れが生じる場合もございます。ご了承ください。空港周辺の天候は曇り、気温の方が29度と報じられております。本日台風の影響によりまして、ところどころ揺れが予想されます。どうぞお気をつけください。本日も ANA ご利用いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。ご案内いたします。先ほども機長から案内がありました通り、飛行機は5分後にベルト着用サインが点灯します。化粧室は早めにご使用ください。前方と後方に1箇所ずつございます。またベルト着用サイン点灯時は速やかに座席にお戻りになり、シートベルトを緩みのないようしっかりとお締めください。ご搭乗のお客様に操縦席よりご案内いたします。
この先、雲に、かかる見込みでございます。ところどころ揺れが、生じる場合があります。現在のところはベルトサイン、そのまま、行く見通しでございますが、急に揺れることもございます。十分お気をつけください。皆様、ベルト着用サインが点灯しました。シートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトも保護者の方が合わせてお確かめください。皆様の安全のためこの先の化粧室のご使用はお控えください。機長の指示で客室乗務員も着席いたします。揺れましても飛行の安全には影響はありませんのでご安心ください。 Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign. Please securely fasten your seatbelt. Please hold your child on your lap. Please refrain from using the lavatory. Cabin attendants must also be seated. The turbulence will not affect the safety of the aircraft. Thank you. そうです。皆様、最終の着陸態勢に入りました。シートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトも保護者の方が合わせてお確かめください。お使いになりました座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。皆様、福岡空港に着陸いたしました。今日は皆様の出発並びに到着が遅れご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。ベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、通信用の電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。この先、ANA 小松行き3190便並びに ANA 千島行き4937便に乗り継ぎのお客様は飛行機をお降りになりましたら ANA 地上係員にお知らせください。その他の乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり出発の案内があるまでお待ちください。飛行機は第一ターミナルに到着する予定でございます。ターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Fukuoka Airport. We apologize for the delay in arrival. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartments. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers.Connecting passengers, please confirm your boarding gate and wait at the lobby. This flight will be arriving at Terminal 1. Thank you for flying with ANA, a member of Star Alliance. We look forward to serving you again. 機内での忘れ物が大変増えております。飛行機を降りになる前に座席ポケット、座席下、座席周り、上の物入れに忘れ物がないかもう一度お確かめください。皆様お待たせいたしました。出口は前方左手にございます。携帯電話やお財布など忘れ物のないようにお降りください。